関東はね、あんまりやることないんでこんな感じかなと。ちょっとあの触ってもらっていいですか。めっちゃサラサラです。なんかアイロン入れてるんですけど、もっちりした感じになるかな。そうですね、なんか しっとりもっちりみたいな感じですね。めっちゃもちもちです。結構違いますよ、うん、全然違います。そうそうそう、なんで結構ね、お客さんもモモンガを使うただけで、まあ、リタッチだけだとちょっと難しいかもしれないけど、例えばリタッチの場合だったら根元のまあカラーに入れても染まりは良くなるんですけど、入れて今度毛先の方もしやらないんだったら、モモンガ水とかをシェイクしてここだけつけといてトリートメントで料金取るってこともできると思うので、もう矯正がすごいんですよ。まず皆さんにちょっとやってもらうと分かるんですけど、矯正の、ステップ矯正でやってるんですけど、ステップ矯正の第一剤にモモンガと、まあ、オーロあればですけど、めちゃめちゃツルツルになるんで、矯正すごいです。なんで皆さんまたね、矯正の動画撮れたらちょっとやってみたいと思うんで、はい、日焼けがやばいですね。痛そう。もう毎日海で遊んでるから、ね、やんちゃん遊び盛りですからね。わかんないけど。